東日本大震災から10年を迎えて、これまでの岩手県の復興の歩み、そしてこれからの展望について、震災当時から陣頭指揮をとってこられた、達祖拓也岩手県知事にお話を伺います。達祖知事、どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。まず、震災から10年、岩手県の復興の現状、そして今後の課題について教えてください。 岩手県はこの海岸の狭いところにこう津波が押し寄せて多くの建物がこの破壊されましてそれを再建していくためにはこの高台への移転ですとか低地のかさ上げですとかかなりこの基本的なところにこの時間がかかりました。岩手県は 最後まで応急仮設住宅にお住まいの方々がまこう残った県なんですけれども、ようやくこの丸10年を前にして、すべての皆様がこの仮設住宅を出て次の住まいに移ることができるというところまで行きました。また岩手県はこの海岸線からちょっとこう高いところをこの自動車専用道路高規格道路が 部分部分開通していてそこに避難して多くの人が助かったということがありこれを復興道路として完成させるというのが大きなミッションだったんですけれどもこれもこの丸10年を前にしてほぼこの沿岸を縦に貫く道路が完成し東日本大震災からの復興という形がはっきり見えてくるところまできます。そういった意味では 海も陸も陸いいいいろろろなところととこがっていくという岩手県はこの沿岸のこう町村それぞれこう隣に行くにも峠を越えなければいけないとかあ陸の孤島と呼ばれるような不自由なところが多かったんですけれども今回の復興事業を通じて、まあ、歴史上初めて岩手の沿岸地方がこの一つとなってですねしかもまた沿岸と内陸もまた一つになり 岩手が全体として一つになって、そこでこう自由自在に活動できるような、えー、そういうビジョンが見えてきてます今後の課題についてはいかがでしょうか。このように、えーえー 基盤的なこの建物やいろんな施設はこの出来上がってきているんですけれどもそこでの,この被災者の方々の生活ということに目を移しますとやはりこの心や体のケアということはこう丸10年経ってもさらに続けていかなければならないなというところです。 また伝統的な漁村から近代的なビルでのこの集合住宅での生活に移られた方々など、この新しいコミュニティを作っていくということもこの大事なテーマです。またこの間この日本経済もこの順調に成長というわけでもなく、そういった経済状況の中で。 被災地の経済をこう伸ばしていくというところ、今一つなところがありますし、また、この気候変動のせいという指摘もあるんですけれども、サンマやサケや代表的な三陸の魚の漁獲量がこう大きく落ち込んでいることが、この漁業を中心に沿岸地方にこう影を落としていますところで、復興後の被災地の姿をどのようにイメージしていらっしゃるのか。 将来のの展望についいておお考えをお聞かせくださいこの2019年に三陸防災復興プロジェクト2019という,こうイベントまあ一連のこのイベントをやりましてこの復興事業でこの作られた施設を利用しまた 復興を通じてこう近われた人と人とのつながり、さまざまな地域とのつながりをこう活用して何ができるのかをこういろいろ試してみたんですね。それで伝統芸能のこのお披露目でありますとか、三陸沿岸のこの食を活用したイベントでありますとか、若い人たちのこういろんな新しい文化、またこの自然を生かした この自然をこのスマホで写真に撮って歩くようなそういうイベントでありますとか非常にいろんなことができるようになっているなっていうのを確かめることができましたまた復興道路や三陸鉄道によってこの移動も便利になっていますしこれを活用してビルドバックベターという言葉がありますけれどもこの 震災前よりもこの活力がある震災前にできなかったようなことができるようになるそういう地域づくりを進めていきます。戻すというよりはよりく10年間かけて10年前の地点にこう戻すような復興ではなくて10年かけてその震災から10年後のあるべき姿に追いついていくようなそういう復興をこう進めていきました、はい。この 港湾の施設それから港湾を結ぶこの自動車道路なども震災前より良くなっていますのでこの釜石港で取り扱うコンテナの量などはもう震災前よりも多くなっているんですね、はい、こういったところをどんどん可能性を広げていきたいと思いますはい 達祖知事国内外の方々へ岩手県の魅力やアピールポイントを教えてくださいはい岩手県はまず2つ国立公園があります海の国立公園岩手は海岸線が北の端から南の端まで三陸復興国立公園に入ってますし、はい、そして八幡台山の方にもあの国立公園があります それから世界遺産が2つありまして平泉の世界遺産とそして明治日本の産業革命遺産の一角である釜石の橋の鉄鉱山ですねこういう歴史や文化もこう見ていただきたいと思います。それから岩手は何と言ってもこの食べ物が美味しいしのでもう 海のものから山のものそしてこの総合力でですね最近は金色の風銀河の雫というオリジナルブランド前に力を入れてましてこれで他の畜産、落農ですとか野菜、果実ですとかそういった岩手の農林水産物のこのイメージアップを図っています海の幸はアワビ、ウニのようなこの高級品、はい あそれからあわかめの生産量も多いんですけれども、えー、健康にいいものがこうたくさんあります、えー。大リーグで活躍している大谷翔平君や菊池雄星君もこの岩手の食べ物を,を食べて育ってあ,<ー>あいうふうになりましたんで,です、ね、えー、ぜひ岩手の食べ物をこう食べていただきたいと思います。最後に岩手県のののッ知事よりメッセージをお願いいします東日本大大震災というのはあ大変なこの 最悪だったわけですけれども、まあ、そこから立ち直っていく、復興していく過程で。多くの人たち、全国の、さらに海外の多くの人たちと。このつながりを作ることができました。東日本大震災がなければ、できなかったであろう。このような、まあ、素晴らしい人と人とのつながり、地域と地域とのつながり。これが大きな財産として、岩手に残っているなと思います。 2019年秋に陸前高田市に東日本大震災津波伝承館をオープンしましたここで津波の恐ろしさ避難の大切さそして復興の歩みについてこの学ぶことができるようにしています。ここれれは私たち岩手県民が学んでで伝えていいかなければならなけばらとでもありますし 全国やまた海外の人にも見て参考にしていただけるように作りましたのでぜひいらしていただきたいなと思います。また岩手県民この震災や復興でいろんな経験をしたことを今度は他の地域が災害に襲われたり復興が必要になったりした時にこのお手伝いに行くことで恩返しをしたいと思っておりますので力を合わせてさまざまな災害対抗しそして復興を進めていきましょう。 田総知事どうもありがとうございました。はい